タラスカ藩の戦いは、751年5月から9月にかけて、中央アジアのタラス地方で党とアッパース町の間で、中央アジアの覇権をめぐって行われた、天下分け目の戦闘である。正史法が、西方に伝播した戦いとして有名である。750年、安政節度使として西域に駐屯していた、党の将軍、高専士が、西のソグディアナに圧力をかけた。 そのため、シャーシュの王子は、シルガワ異性を支配する、イスラム勢力に支援を要請。これに応じて、747年に、ウマイア朝勢力をメルブから追って、アッパース朝のホラーサーン総督となっていた、アブームスリムは、部下のズイアードイブンサーリーフを派遣。一方、肝心、土着からなる3万の東軍は、高戦士に率いられ、タラス城に入る。 キルギスのタラス川751年7月、ツイヤードの率いるアッパース長軍と、高戦士率いる東軍は、天山山脈西北陸のタラス下半で衝突した。戦いの最中、東軍に加わっていた天山北陸に遊牧する遊牧民カリル,ルクが、アッパース長軍に寝返ったため、東軍は壊滅し、数千人を残すのみとなった。高戦士自身は、部下の李子業が、 フェルガナの軍中に結露を開くことで撤退には成功したものの多くの兵士が捕虜となった。東側の被害は甚大で、イブンアルアスイールの監視によると、アッバース長軍は東軍5万人を殺し2万人を捕らえたという。この戦い以降、中央アジアにイスラム勢力の安定支配が確立し、ソグドジニア・チュルク継諸民族の間にイスラム教が広まっていった。 党の勢力はタリム盆地に限定されることとなり、間もなく起こった安氏の乱の際は、かつての敵国であるアッバース・朝からアラブ人の援軍を送られるまで弱体化した党の中央アジア支配は交代していった。高選士と李氏業は安氏の乱で活躍するものの、両者とも非合の死を遂げた。中国人の捕虜の中に生死職人がいたとされ、サマルカンドに 静止工場が開かれてイスラム世界に静止法が伝わった。ありがとうございます。